strafe incoming. Let me know if it hits. For bomb inbound. Alright. How's bridge not set?皆様、グーテンターク。おっと間違えた。Fuck you. 今日は作戦当日ですけれども、敵がいないと聞いていた場所に武装親衛隊がうじゃうじゃしているんですけど、なんでですかね。クソがこれだから空挺効果はやめようと言ったのに。見てみろ、今にも敵戦車が殺到してくるぞ。対戦車障害があったから来なかったわ。せっかく橋の上でピアッと持ってガン待ちしてたのに。天板をぶち抜けばさぞ気持ちよかったのだろうな。それはそうとクラウトが発光しながら橋を渡ってきてるので排除しないと。クッセインだよ、じゃがいもやろう。モルヒネ中毒者は安全が確保されるまで待ってね。中にいる落としたな今。みんなはこういう時どうすればいいかわかるのかな。バルサンを耐えて炙り出すんだよ。ちなみに偉大なる英国製のバルサンはなんと白輪入り。排除と死体消去の両方できるから一石二鳥だね。お、ちょうど出てきた。完全に害虫の絶命シーン。さて害虫駆除は済んだし、次は大物を狙うか。幸い味方がバンカーを撤去してくれてるから一方的に撃たれる心配はないね。はい、ポポポポーン。弾道クソだから多分当たってないけど気にしたら負け。場所を変えてもう一発。と思ったが歩兵が近いので歩兵にプレゼント。そして最後に昨夜マシマシ対戦車手榴弾をポポポポーン。障害突破されたぞ。障害がないからと言ってクラウトどもが橋をアウトバーンよろしく爆走してやがる。とりあえず路中は排除、次は大物で来てね。もっかいドイツ兵を炙り焼きにしながら橋に鎮座。お、ちょうどスポーントラックが来た。いいぞこれ。くっそさすがに当たらねえわ。てことでポポポポーン。通行禁止区域です、引き返してください。まだ行ってやがるなあや。はい、追加報酬です。いやたまんねえ。うお、なんか来た。トラックの残骸で橋封鎖できて草。おいおいおい、路中はダメだぜ兄ちゃん。いくら野蛮人のゲルマン人といえども2回目はねえぞ。しかも対戦車砲まであるとは、喧嘩売るにも程があるだろ。仕方がないから奴らの望み通りアルハラに送ってやろう。なんか爆風で死んだ存在しない記憶があるので伏せて回避しよう。これに懲りたら二度と来るんじゃねえぞ。ということで負けました。え、短いって。しゃあねえだろ、途中で分隊長になった奴が全員を分隊から蹴ってなえたんだから。分隊から蹴られると普通のライフルマンになるから見どころがなくなるのよね。公平分隊に入って活躍はしたが録画がないので残党。まあ今回の試合で負けたのは仕方がない。めたい話だが、サバが障害起こして全員一回サバから蹴られてたから準備する時間が足りなかったんだよな。こういう試合もあるってことで、では。ちなみになぜドイツ側ばっかなのかというと、この試合からもわかるように連合の銃が苦手なんだよな。あの丸い輪っかのせいでくっそ狙いづらいんだよ。史実ではどうだか知らんが。ということでフランス以外の連合の動画は期待しないでください。それではさようなら。